ついにみずほ銀行が動くようです。韓国から資金を回収し始めました。ようこそ日本すごいですね TV へ。パーソナリティのまやです。動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひ最後までご覧くださいね。さて本日のテーマは、みずほが爆速で韓国から資金回収、韓国はお金がなくて大ピンチをお送りします。韓国のカントリーリスクを察知し爆速で資金回収するみずほ銀行。あなたは企業が活動するのに必要なものは何だと思いますか？オフィスや働く人はもちろんですが、まず必要になるのは資金ですよね。人を雇ったら給料が必要ですし、備品や建物、土地にもお金がかかります。自前の資金が不足している場合は、どこからか借りるしかありません。韓国でもそれは同じです。韓国の企業は日本のみずほ銀行をはじめとする日本の大手銀行から莫大な資金を借りて企業活動をしているのです。あれだけ国全体で反日行動をしながら、随分都合がいい話ですよね。ところが最近、みずほ銀行は急遽韓国に貸した資金を回収し始めているんです。一体何が起こったのでしょうか？今回はこの裏にある韓国の大変な経済事情をご紹介していきます。まずは日本の企業が次々と韓国に進出した際のことをお話しします。日本の企業が当時の韓国のような発展途上国に進出するときには、銀行も一緒に進出することが通例です。というのも、途上国の銀行は資金量が少ないため、現地で活動する日本系企業の資金需要を満たせないことが多いからなんです。そのため、潤沢な資金量を誇る日本の銀行も一緒に進出した方が、企業活動もスムーズにいくというわけです。韓国へ進出した時も同じでした。サムスンをはじめとする韓国企業は資金繰りに困っており、日本企業が進出しても資金が足りず、日本企業と取引ができないような状態でした。そこで日本企業との取引を活発化させる目的で、みずほ銀行が主導し、日本の銀行から韓国企業や銀行へ莫大な金額を出資することを決めたのです。その結果、みずほ銀行をはじめとする日本の銀行と韓国は親密になり、今でも貸し出し残高がかなり多くなっています。2019年3月末時点のデータですが、三菱 UFJ 銀行の海外貸し出し金額全体42兆1796億円のうち 1% が韓国に貸し出されています。また、三井住友銀行も22兆1205億円の 1% を韓国に貸し出し、みずほ銀行は25兆3970億円のうち 3% を韓国に貸し出しています。他の銀行は全体の 1% なのに比べ、みずほ銀行は 3% も貸し出ししていることから、みずほ銀行が韓国にどれだけ多くの資金を投入しているかがわかります。そのため、韓国にもしものことがあれば大変な損失を被ります。そして、そのもしもはもうすぐ訪れるのではとも言われています。そこで、韓国のカントリーリスクを察知したみずほ銀行は、現在急速に資金回収へと入っているのです。見切りをつけ、続々と韓国から撤退していく世界各国の銀行。ここからは、韓国の現在の借金事情と、それに対してのみずほ銀行の決断について解説していきたいと思います。今、韓国国民の間では、借りたお金で投資することが大ブームとなっています。このため、家計債務が激増し、もしみんなが投資に失敗すれば、国ごと破綻するレベルになっています。2021年6月末における韓国の家計債務は、前年に比べて過去最大の168兆6000億ウォン、約16兆円増え、1805兆9000億ウォン、約169兆円にもなりました。こうした状況に危機感を抱いた韓国政府は、対策として個人向け融資限度額を大幅に引き下げました。また、不動産を担保とする融資も新規融資をストップし、ヒートアップした投資ブームを抑えようとしています。しかしそれでも、人々が消費者金融や小売りの町金から借りてしまうため、状況は悪化の一途をたどっています。投信の中心となっているのは働き世代で、家計の中心となっている30代、40代というのも問題です。彼らは借金をして、株、
ビットコイン、不動産などに投資するわけですが、 100% 成功する投資などどこの世界にもありません。借金して投資、失敗してまた借金して投資という悪循環にはまり、家計債務の急増につながっているのが現状です。実際にオミクロンの流行を懸念して、最近株価は急速に下落しています。この損失を補うために借金をし続ければ、銀行からの融資額が大幅に制限された現在、すぐに首が回らなくなります。すると、今度はたとえ高い利息を払うとしても、とにかく貸してくれるところからお金を借りるしかありません。そうなると、最終的には破綻をすることになります。しかも、株やビットコインなどで作った借金による破産申請は、通常は認められません。そのため、担保にした家を失うということも十分考えられるのです。こうした韓国の懐事情に見切りをつけたのが、韓国に出店していた世界各国の銀行です。イギリスのシティバンクやカナダのノバスコシア銀行などが続々と韓国から撤退していったのです。そして、それに続いて急速に資金回収へと入ったのが、みずほ銀行です。みずほフィナンシャルグループの決算短信を見ると、2019年3月末に7196億円だった韓国への貸し出しが、2020年3月末時点で6712億円、2020年9月末時点では6394億円にまで減少しています。2019年3月から2020年3月までの1年間に約480億円の回収をし、さらに2020年3月から2020年9月までの半年では300億円以上を回収している計算になります。これを見ると、みずほ銀行が韓国からの資金回収をどんどん加速していることがわかりますね。まさに本格的に資金回収へと入ったと考えることができそうです。こうした状況には韓国の人々から多くの意見が寄せられました。その一部をご紹介します。韓国の反応。みんな借金ばかりしているのが問題だよね。返す当てなど全くないのに。そりゃ銀行は当然去っていくだろうね。みずほだけじゃない。ここ3年、ムンジェインの任期の間に、シティバンクもノバスコシア銀行も去っていった。国が崩れつつあるのに、そのまま放置するだけか？ムン政権とその一味は撤退して国家経済が崩壊しても関心がない。ただ、政権継続だけが目的。自分たちの既得権の保障だけが政治目標。一抹の良心も国民のための心もない。今までは日本の銀行が韓国の銀行や企業に潤沢に資金を供給していた。だから無担保信用融資がどんどん行われてきたんだ。それによりバブルが作られていった。しかしその終わりが近いことは、こうしたみずほ銀行の貸し剥がしで明らかじゃないか。みんな破滅を覚悟しておいた方が良さそう。共に民主党のおかげで国の経済が台無しになりつつあるね。企業も個人も借金漬けだ。こんな状況で日本の銀行が韓国に対して投資するものか。逃げていくに決まっているじゃないか。不動産価格だけ釣り上げて働く意欲をなくさせ、今家を購入しなければもう一生買えないみたいに煽る。家を買った人たちは皆投機者を擁護するけど、外国の銀行がみんな撤退していく現状を見ろよ。2008年のリーマンショックみたいなのが来るんじゃないのか。 40-50% 暴落すれば融資を借り入れた人たちはどうするのか。もう人生破滅じゃないか。何かあったら反日、何かあったら反米、何でもないことで韓国を無視すると大騒ぎで不買運動。被害意識で団結した国で苦労する価値はないから出ていくしかない。みずほ銀行も撤退するんじゃ国家不渡りの日が遠くなさそうだね。どうせ失敗したんだから、ムンジェイン大統領がこの国を終わらせよう。北と統一して新しい国を作ろう。日本の反応。そりゃシティバンクまで撤退するからね。みずほ銀行もさすがに資金回収を急ぐか。遅れを取ると取り返しがつかなくなるからね。残り物には服がないのが韓国。インフレが押し寄せてる韓国はリスクでしかない。逃げるが勝ちだろうね。ちょっと遅かったけど、みずほの判断は間違っていないと思う。ATM のトラブルが多くてどうしようかと思うけど、逃げ足はまあまあかな。
でももっと急いで回収しないと間に合わなくなるかもよ。今は借金があっても、次の借金を用意して乗り換えればその場はしのげることはできるだろう。でも、みずほ銀行をはじめとする日本の銀行が韓国の銀行や企業からどんどん貸し剥がしていってる。そうなると資金のない韓国の銀行も貸ししぶりしだすだろう。その時点で韓国は終わり。メガバンクが逃げるということは、韓国の国家破綻に相応の裏が取れているってことだろうね。出なきゃ離れていく理由はないからね。韓国よ、お前はもう死んでいるって感じかな。本当に国がなくなるんじゃないか。国家破綻する前に韓国は借金地獄から脱出できる。韓国は国も個人も借金前提の生活が染みついているのでしょう。経済が崩壊しそうなのにまだ借りたがっています。しかしその借りる先もそろそろなくなってきています。そのため韓国は各国と為替スワップや通貨スワップを結ぼうと必死になっています。日本に対しても日韓通貨スワップを再び結ぶことができるなら、日韓関係を改善してもいいという立場を取ってくるでしょう。けれど日本は当然そのような申し出に応じる必要はありません。潰れそうな国と関係を改善する理由もないからです。また韓国に対して日本の銀行が資金回収を急ぐのは韓国の負債問題だけではありません。一番大きな原因はアメリカドルの長期金利が上昇しているためです。韓国の債務はドル建てが多いのですが、そのドルがアメリカの長期金利に引かれて韓国から流出するリスクが大きいのです。そうなれば一気にウォン安が起こり、韓国の企業や金融機関が債務返済不可能になりかねません。そのため日本の銀行は融資を貸し剥がししていると考えられます。つまり日本の銀行は韓国が借りたお金を返さず破綻することを恐れているのです。日本の銀行がお金を貸さないとなると、さらに韓国の経済状況は悪化します。資金繰りが立ち行かなくなりますし、何より日本が韓国を見放したということから、ますますウォン安が加速していくことが予想されます。国家が破綻する前にいつか韓国が借金地獄から脱出できるといいですね。あなたはみずほ銀行が韓国に見切りをつけ資金を回収し始めたことについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。